あいつら、ただただ一方的に追い詰められる。肉体的にも、精神的にも、思考の視野が狭まっているのが自分でもわかるのに、何も考えられない。天才にも核がある。私程度ではメディアさんには遠く及ばない。ただただそんな現実だけが突きつけられた戦いだった。これは多分見せしめなのだろう。高望みする奴はこうやって振り落とされると。どう？私は、そんなつまらなさそうな顔が全てを物語ってるのはわかるけどね。少し振り返ろうか。何がダメだったんだろう。見捨てる独裁的な思考じゃなく、味方を生かす、指示者的思考でならどう？波動、恩恵、破壊支配。支配能力同時に3つ発動。白線では見せなかった系統ですね。従属を犠牲にしない戦い方をすればこうなるのですね。それ、白線でやらなくて正解でしたよ。そんな容量のある扱い方しなくても。教えておきます。支配能力はある程度の集中力が必須です。それに加え、難易度が高い技ほど繊細な脳内法則構築からオーラ分量、多くの調整が求められます。つまり、同時に種類の違う支配能力を扱えばそれだけ月下ちゃんの負担が増える。その頭脳を従属にやらせてるなら話は別ですが、明らかに自分で能力選んで作ろうとしてましたよね。ダメですよ。だからこうやって頭を撫でられながら話をかけられるだけで大層な技が発動できなくなる。まだ気を失ったらダメ。別に月下ちゃんが弱いのは知ってるから、それに私が月下ちゃんを倒しても自慢にもなりません。辛いですね、苦しいですね、でもまだまだ頑張りましょうね。尊厳破壊による自信喪失、別に依存ではない、だけど自信を壊された時に人はひどく動揺する、その動揺という隙が一番依存に貶めやすい。身近で例えるなら今まで自分が自信を持っていた実績のあるやり方をやっていても通用しないという場面が出て落ち込んでいるとします。人は、挫折を知って成長すると言いますが、言い方を変えれば、挫折をして自信に自信がなくなった時にこそ洗脳ができるとも言えるのです。教え、成長、という綺麗な言葉で隠されていますがね。教えとは一種の洗脳とも言えるでしょう。普段以上の実績があればなお効果的です。多少は多めを感じているのですよ。私から月下ちゃんの成長を手助けすると言っておきながらこんな無理強いをさせたこと、だから私の最も得意なやり方で即座に私の求める成長をさせてあげます。多少の後遺症は残りますが、まあ良しとしましょう。時間をかけて治せばいいだけですし。さあ、どんどん挑んでください。全部返り討ちにしてあげますよ。もう立ち直れないほどに打ちのめされた時、あなたは私に勝利するのです。前から後ろに重心を動かせば押して終わりですよ。はぁ、下手ですね。前提で崩れてたらおおよそ下から来るってわかるでしょう。初歩ですよ初歩。ちょっと近接が甘いんじゃないですか。さあ、もう一度距離を空けましたよ。次はどうするのですか。さすが、メリアさん達成してきたことを徹底的に抑え込んできてる。見返すどころか足を引っ張ってるってさっさとしそうなくらいだわ。多分、私が単独で想定支配を使って A 点間使って戦うのがベストな答えなんでしょうね。でもいや、これは私が正しいと認めさせるための戦い。メリアさんの望む形で私が勝つのは論外。勝てばいいという単純な戦いじゃないんだ。攻撃戦の月下ちゃんはすでに理解してくれていると信じて、私はどう月下ちゃんを育てましょうかね。そうだ、私の望む攻撃のガードは緩めて、気に入らない攻撃には徹底的に抑え込みましょう。私の意見に反発するなんて本当バカな子。あなたは納得しないと思いますが、私は序盤中盤の従属を使った戦い方ではなく、後半、創生支配や強引支配を使っていた時の方が魅力的に見えていた。理由は単純、扱い方が上手いから、ベストなタイミングでベストな能力を選択し使う、言うのは簡単ですが実践はかなり難しいです。神水霊の扱い方を間違えてる。いつまでもままごとで満足している。こら、聞いているのでしょう。だから二人も呼んだのでしょう。乗るのは自分が試練に介入することで月下ちゃんの神水霊がどの程度の代物なのか、本質はどこなのかを教えると言われた。結果、神水霊でも従属は作れた。だがネタというイベントは繋がっていない。ミールやネルたちが出てこなかったのが証拠。つまり神水霊の本質は従属を生み出し刺激すること。ご主人ができることの劣化版みたいなもの。まだ隠してることがあったとしても今この場で使えない時点で無力。気にする必要もなければたとえ使えたとしてもその結果に意味はない。ただ、勝利、しただけの話、それこそ他人の力で。のるん、得体の知れない子でしたが絶妙に私が求めることを的確にやってくれる。おかげで私は月下ちゃんだけに専念できる。感謝しますよ。弱いな、本当にこの程度の策であれに挑んだのか、どれだけバカなんだ。
お前たちは、相方は私に挑発したがあまりに消えたわけだしな。本当こいつ、どこまででたらめなんだ。全然攻撃がそうだねえどころか、一切オーラも消費してねえし、そのくせ力はすごくある。ありかよこんなの。どうした？ただ突っ込んできて殴られ蹴られ、挙句の果てには無様に抵抗虚しく首を締め上げられ、今この場で骨を折られようとしている。相方がそんなに気になるか。だがダメだ、あいつは直接私の感情に干渉してきた。そんなに勝手を許せるほど我の器は広くない。せいぜいアルビオーラね、それくらいの辞任は許してやるさ。ふう、遊んだ遊んだ。さて、面倒くさいお姫様はまだかわいそうなお姫様をいじめてるのかな。あらら、決着か。あっけなかったね。よかったのは最初だけか。残念だ。結局これが結果だね。半端者は結局何も得られない。無慈悲に賢く、が落とせるだけの自信と実力が伴ってないとこうなるんだよ。結局はその場限りの寄せ集めだからさ。たくさん間違ってきたんだね。間違いを正すこともできずに、間違いを正しいと言い切る力も度胸もなく、間違っているかも。で不安を感じる程度ではメリアのわがままを崩せないんだよ。間違ってても正しい。そんなが落とせる強さが必要だったのにね。哀れだね、本当。そうか、さすが、行かれてるのも納得だ。おかしい、さっき間違いなく首の骨を折ったのに。殺したはずなのになんで。俺の特性はまだまだ健在だったみたいだな。希望じゃなくても不屈の英雄王であり続けられるんだな。俺は、ならお前も絶望を失っても無慈悲な悪逆王なんだろうな。他人の不幸ごとになれば知恵が働くと信じてるぜ。夜、面倒くさいな。殺しても何度も蘇生するなんてずるげん。チートとか恥ずかしくないのかな。まったく。あれ、痛い。え、嘘。はは、やっぱりそうかよ。仕事が早くて助かるぜ夜。お前はやらかしたんだよ。原因は食中毒だ。何でも食うもんじゃないぜ。監獄王さんよ、あなたの戦い方は私とすごく相性がいいと思ったんだ。他人に不幸を押し付ける形で自身の体裁を築いてる傲慢な王様ならきっと任意じゃないってね。私は希望支配を持ってる。それに派手爆強制無効化があってね。私の特性もいくつか消されちゃってるけど、扱えるやつもしっかり残ってたんだよ。例えば、空間ダメージエネルギー吸収、とか。あとは私の、挫折悪逆無慈悲心。この特性を持つ人が攻撃して受けたダメージは回復不可。私の受けたダメージを一定範囲内の対象物に移すことも可能。これで十分。ノルンのダメージは私に肩代わりさせる。私はそれをノルンの世界に対象を移す。世界がダメージ受ける。私はそのダメージをエネルギーに変換する。その繰り返し。そして蓄積されたダメージは溜まり溜まって最後にノルン、君に返すよ。わけもわからずずっと私を恨んでね。本当恨んでくれてありがとう。さあ、わけもわからずにこのままいると朝に倒されちゃうよ。まだ私にこだわる。こだわるなっていうのが無理な話かな。あの女か、想像以上に私と相性悪いな。尺に触るけど無視するか。これで本気で負けたらシャレにならないぞ。もうこいつも監獄に入れるか。その方が楽だし、そもそも暇つぶしだし。俺入れたら詰むぜ。お前、何言ってんの。わかんねえか。夜はお前にダメージを与えれる天敵なんだよ。そして俺はお前の監獄ルールを無視できるタイプの天敵。お前の監獄で暴れることができる。お前にとってこの試練だけの話で終わるかもしれねえが、俺と夜はお前を内部から食い尽くすぜ。時間をただかけたいだけなら俺を取り込まないことだな。嘘だと思うなら取り込めよ。俺たちと一緒に友だ俺が。クソ野郎、一理あるか。私が取り込んだ夜も弱いけど特性のレベルは私と同等。なら目の前にいる朝の夜と同等の特性持ちだと見ていいだろうね。蘇生したし。でもどんな原理だ。私のプリズンエデンを上回る特性はありえない。つまり抜け道を使ってるんだ。例えば私が今他の子に対象を移した時はどうなる。私には攻撃受けないのが普通だけど。だって、その子が耐えられなくなって死んでもプリズンエデンが蘇生させる。死は許さない。つまり永続的に私の肩代わりをさせる。つまり本来なら私はどうあがいてもダメージは受けない仕組みができている。あるはずがない。今は肩代わりの対象が夜だったから受けただけ。なら別の奴に変えれば夜は私に干渉できない。それだけの話。だから夜は挑発して私にそれを気づかせないようにしただけ。なやね、どうせ俺は当て馬。この戦いの勝利を握るのは夜だ。たとえ夜を対象から外しても意味ねえぞ。なぜなら夜は周囲のダメージも吸収するからだ。
夜はきっとそこを利用している。なら夜に貯められたダメージエネルギーが全てお前にフルカウンターとして返ってくる。お前が肩代わりしてきた盾が全部返ってくるとギリギリの一撃をあいつは蓄えてんだよ。それは監獄内に入れば俺と夜の協力プレイで継続可能。むしろ今よりも余裕になる。一死報える一手はもう出来てる。お前が夜を監獄から出さない限り俺たちは戦えるんだよ。決めた。夜を追い出す。逆に朝、お前が入れ。もしかして苦戦してる。バカ言うな。抑え込むのは容易だけど、程よくっていうのが難しいんだよ。その割には朝の首折ったり、夜を閉じ込めたりといろいろやってるみたいだけど、忘れてるな。今戦ってるところはプリズンエデン内だぞ。ちゃんと死なない保険はつけてる。本気で殺したら試練どころの話じゃなくなるでしょうが。まあせいぜい楽しみなよ。大人げない対応をしないと信じてるよ。はいはい、もちろん能力は使わない。そのハンデでもまだ私が有利なんだから。夜、ボコボコにしちゃって。